どうも、ふんふんです。今回から、リトルウィッチのベタ、のゆっくり実況プレイを始めます。ジャンルは 3D アクションシューティングゲーム、らしいです。さて、言語の選択からですが、当然、言語は日本語で。ロードはカットしてますが、読み込みは、結構長めですね。オープニングはなさそうなので早速始めます。セーブは3箇所使えるみたいですね。難易度は、どうしようかな。いや、無理せずスタンダードにしておきましょう。このゲームは2020年に発売したインディーズゲームらしいです。アクションゲームとして色々と賞を取っていたみたいで、少し楽しみでもあります。ここでいいのかな？この古いお城の中で。玉座に。そこにたどり着けば、きっと、私自身の謎を解く鍵があるはず。猫ちゃん？黒猫は、私を導いてくれる。そうだ、まず黒猫を探さなきゃ。よし、行こう。よくわかりませんが、とりあえず黒猫見つけて玉座に座ればいいのかな。ジャンプは低めですね。何か変なボタンを押したみたいです。これはバックステップかな？なんか使うボタン多いような。どのボタンで調べるんだろう。書いてましたね。杖がめちゃくちゃアピールしてくるんですが、あ、力尽きた。広そうだけど、とりあえずチュートリアル中は一本道みたいですね。杖攻撃とジャンプの説明ですね。物理攻撃かい。ボタン配置になれません。後で変えとこう。照準と射撃の説明ですね。合わせづらい。カメラワークも少し早いかも。これも後で調整しておきます。ダメージはそれほどでもないですね。操作にさえ慣れれば難しいゲームではないかもです。慣れるまでに時間はかかりそうですが。早っ。
カメラ操作が難しい。このブルークリスタルのそばにいると MP 回復が早くなるみたいですね。言うほど魔法使ってませんでした。いや、焦った。普通にいるし、操作に手間取っていて周りが見えてませんでしたね。動かないのかな。狙撃の練習にちょうど良さそうです。なるほど、撃つたびに魔法の反動で霊夢がずれていくみたいです。自分にとっては少しカメラの動きが早いかも。これも後でオプションから調整しておきます。回避の仕方ですね。敵も狙撃するのが出てきました。敵の方が威力高そうなんですが、ダメージはこっちの方が上みたいですね。なんかドロップしたみたいです。ついつい間違えてバックステップを押しちゃいます。収集品かな。そういえば、なんで玉座目指しているのか、まだわからないですね。まあいいか。ダッシュもあるんですね。スタミナが切れると転ぶらしいです。逃げてる時にスタミナ切れたらヤバそうですね。何あれ？装置を破壊して進めばいいのかな？普通に進めばよさそう。その出現方法はずるい。あの敵のせいで、雷に追いつかれました。お前も食らうんかい。逃げ道がない、先に突っ切るしかなさそうです。ここまでは、雷は降ってこないみたいですね。物理攻撃と回避で MP 回復ができるらしいです。何か攻撃が飛んできてますね。あれか。うまく命中できないな。まあ、そのうち慣れてくると次回の自分を信じます。当たらない。ほう、じゃないよ。相変わらず操作を間違えますね。またやった。なんとこれ。ジャンプが届かない。そりゃ、見つかりますよね。ちょっと、多いかな。敵
さんが的確に攻撃を当ててきます。対してこっちは濃厚すぎる。やっと目の前の敵を倒しました。この位置から狙えないものか。敵の方がうまいな。あれ？あ、いたいた。あれを倒せばこのフロアの掃除が終わりそうですね。当たる気がしない。これがシューティングアクションの前例ですか。あの敵、のんびり歩いてて腹立ちますね。当たらないと確信してそう。お、やばやばやば、切れてる。なんとか掃除が終わりました。え？どこから攻撃が飛んできた？あ、そういえば、あそこも残ってましたね。全然照準が合わないよ。倒せたみたいです。なんで回避したし、ダッシュボタンがわかりません。どれだったかな。ボタン確認します。ついでに少しボタン配置を変えてきました。うん、この配置の方がわかりやすいかも。カメラ速度も変えておけばよかった。ダッシュできてないし。なるほど、ダッシュは押しっぱなしじゃないんですね。一回押せばキャンセルするまでダッシュし続けるみたいです。危な、二段構えの穴でした。普通に言うんかい。近づいてきませんね。狙撃タイプの敵みたいです。霊障とやらを試してみます。おお、強そう。当てられるかは不明ですが。一撃っすか。何これ。クソエイム。殴った方が早いや。物理で進む魔法使い。先に進めるようになったみたいですね。何かありますね。ボタン配置変えたせいで。どれが調べるなのかわからなくなりました。あ、できた。アイテムの使用方法の説明みたいです。もうボタン配置変えたせいで、どれが該当するボタンなのかわかりません。とりあえず、物理で開くんかい。なんかさっと懐にしまうところは、コソ泥っぽいですね。
空中でも攻撃ができるみたいですね。この距離は届きそうにないですね。いつか届くようになるのかな？クソエイム。カメラ操作が下手すぎる。カメラの速度を変えました。まだ早いかも。もっと動きを遅くした方が狙った位置に止められそう。もういいや。敵じゃなかったし。女神像で能力を強化できるみたいですね。魔法の強化はできないのかな？何を上げてけばいいのか、まだわかりませんね。とりあえず、基本は操作性か HP あたりでしょうか？ついつい筋力を上げてしまいました。マッチョな魔法使いにさせてもいいかな。って。ベジータをお待ちください。無駄に経験値を消費してしまいました。大丈夫だ。問題ない。余ったポイントで基本の魔法威力を上げておきます。これで物理攻撃が強くなったはず。殴って一撃で倒せるようになったかな？お、カモが。強くなった気がしない。魔法の方が殴りの3倍強いですね。当然か。まともに入るとそこそこダメージが通りました。敵はいないかな？え？詠唱の説明みたいですね。詠唱後は威力だけではなくて貫通効果もあるみたいです。
これ、どうやって破壊するんだろう。何これ？まだ破壊する力はないのかな？何か出てきた。いた。貫通攻撃でやれってことですかね？命中できない。やっと一気。あれ、増えてね。助けてボタン配置先輩。オートエイムのボタンがあることに気づけました。倒せた。操作を覚えるまではオプションだけが頼りですね。物理攻撃や回避で栄翔加速ができるみたいですね。猫。見つけた。黒猫ちゃん、黒猫ちゃん、危ない。ここまで来れるくらいの実力があるので、述べたより黒猫の方が強そうですが、まあストーリーが進まないので助けに行きますか。フライング栄翔。バカな。なんか3匹くらい巻き込んだようですね。隠れながら近づくのはずるい。それはこっちもか。だんだんと当てられるようになってきました。むちゃくちゃ外してる。お、当たった。命中率悪いですね。オートターゲットしても敵が動くからずれるんですかね。底地面。
夫だよ。降りてきて。怪我がなくてよかったね。私といれば大丈夫だよ。カバンに入ってて、私が守ってあげる。どう考えても狭そう。黒猫ちゃんは私を導いてね。カバンの中でどうやって導けばいいのか。先に進む道はこっちですかね。定期的に配置されてますね。狙撃は範囲広いな。この視点は無理。結局、物理が整理。まるで成長していない。敵がいそうですね。いないか。アクションシューティングの意味がだんだんと理解してきました。こちらは神装甲の魔法使いなので、接近戦でダメージを受ける前に、遠距離からの狙撃で倒していこう、というコンセプトのゲームですね。はい、接近戦になりそうです。あれ、来ない？ジョロカか。K4 発くらい当てないとダメそうですね。ならば僕にだ。こわー、叩きつけとか。鉄さんも相当な脳筋ですね。敵がいない。なんか、終了のお知らせみたいな音が。この敵、見た目は量産型なのに、えらく強いですね。まあ逃げるが勝ちってことで。しつこいな。わろた、そういうのは障害。これは冗談抜きでまずいですよ。こけんな。無念。ちょっと、操作を練習しつつ狩りをしていたら、何かボスっぽいところに来ていました。Thank you.
ここに来てオートエイムの説明が。また MP 回復の説明のおかわりが書いてますね。変な石は4つしか持てないのか。いきなり初のボス戦ですね。主人公の栄翔中は松野が敵の美学ですよ。一旦敵の行動パターンを覚えた方がいいのかな。まあダメージ量は少ないから気にしなくてもいいか。派手な割にダメージが少ないので助かります。頭きた。とりあえず嫌がらせのチクチク攻撃。大して痛くないけど、いちいち吹き飛ばされるのは面倒ですね。範囲もそこそこありますね。ターンに入りました。私を止めようとしたんだ、このクラフトソウル。つまり玉座は本当にこの古城にあるってことだね。え、どうして？志村。やっぱり猫の方が強いオチでしたか。
猫パンチ。君、いつまで寝てるの？早く起きなよ。ここは？行くよ、ついてきな。少し見て回れば道があるはずだ。黒猫ちゃんが喋ってる。何がおかしい？僕はノベタ様の眷属なんだぞ。君、自分が何をすべきか分かってる？玉座に行くしか知りません。私は玉座へ行くの。ですよね。ウィンド？なんか、二段ジャンプができる魔法みたいですね。大して変わってない気がしますが。まあどうでもいいか。やたらと高価そうなアイテムが落ちてますね。もうないかな？これは、ウィンドウ取らないと先に進めない仕様だったみたいですね。女神像ですね。それでは、今回はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。